大岩山にある送信所株式会社京都リビング FM は京都府京都市伏見区及び南区の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM845 の愛称でコミュニティ放送をしている1995年に開局した京都府初のコミュニティ放送局である旧所在地は 京都市伏見区桃山町山の下19-6。旧社名は FM 伏見。京都にこだわる人に発信を標榜し、音楽中心ではなく、地域密着型のユニークな番組放送を行っている。また音楽系の番組は、演歌、歌謡曲に特化している。放送エリアは、電界強度が0.25メートルボルトマイメートル以上で、 エリア内世帯数は783,073個、エリア内人口は1939,252人。自社制作番組以外は、ミュージックバードの番組を放送するが、ほとんどの時間がコミュニティ放送向けのチャンネルではなくかよ、演歌チャンネルである。2012年1月9日、サイモルレイディオに参加し、インターネットでの聴取が可能となる。 2008年7月28日、雷による障害で一時停波となった、公式サイトより、会社概要京都リビング FM、ありがとうございます。